絶地の家にするといいこと。環境にいい。省エネするには我慢が必要だと思われているかもしれません。絶地は一般的な住宅と比べて無理なくエネルギー消費と二酸化炭素の排出量を削減できる環境に優しい家です。どのくらいの削減量になるかというと、なんと一軒あたり1年間でおよそ 3.9 トンの二酸化炭素の削減になります。これは杉の木およそ280本が1年間に二酸化炭素を吸収する量に相当します。もし町に絶地が増えていけば、二酸化炭素の大きな削減となりますね。環境に優しい絶地で、町全体でエネルギー実質ゼロのゼロカーボンシティを一緒に目指しませんか？絶地は環境にいい。